ライアン・マシュー・ゴインズは、アメリカ合衆国テキサス・シューベルグン・テンプル出身の、プロ野球選手、右ト左ヒ現在は、フリーエージェント。愛称は、ゴー・ゴー。メディアによっては、ゴー・インスと表記されることもある。2009年の MLB ドラフト40名で、トロント・ブルージェイズから指名され、7月16日に、契約。2012年11月20日に40人枠入りを。 果たした。2013年8月22日にマイサー・イズ・トリスが故障者リストに入ったためメジャー昇格を果たした。8月23日のヒューストン・アストロズ戦でメジャーデビュー。9番、二塁手で先発起用され4打数に安打だった。同年は最終的に34試合でプレーし、打率252を記録した。2014年は出番を増やし、 67試合に出場。しかし打率、188、1本類打15打点に終わった。2015年は2類のレギュラー格に定着。128試合に出場し、打率、255本類四45打点と、自己最多の成績を記録した。2016年は、対等したデボントラビスやトレード加入のトロイ、トロイツキーが出場することもあり。 内野のユーティリティとなった。77試合に出場したが、打率。186、3本塁打、12打点、1盗塁に終わった。2017年5月25日のミルウォーキーブルワーズ戦で、オリバードレイクから初めて満塁本塁打を記録した。この年は143試合に出場して打率23。237,9本塁打、62打点。 三盗塁を記録した。オフの12月1日にノンテンダー FA となった。2018年1月24日に、カンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結ぶと報じられ、翌25日に正式に契約を結んだ。3月29日にメジャー契約を結んで、開幕25人枠入りした。6月28日にディーフとなり、7月2日に、 マイナー契約で参加のトリプル A 級をマハ、ストームチェイサーズへ配属されたが、同日中に FA となった。2018年7月3日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスへ配属された。オフの11月2日に FA となった。2018年12月9日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結び、 2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年の開幕は参加の AA、A、級シャーロットナイツで迎え、7月17日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。レギュラーシーズン終了後の10月28日にマイナー契約で AA、A、級シャーロットへ配属され、31日に FA となった。 2019年11月22日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年7月19日に自由契約となった。その後、7月23日にホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。7月27日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 8月31日にィーフとなり9月4日にマイナー契約となった。レギュラーシーズン終了後の9月28日に FA となった。ありがとうございます。